俳優の坂井人、49夫が主演を務める今夏最大の話題作、TBS 日曜劇場、VIVANT、v 日曜後9.00は、20日に第6話が放送される。第5話では、謎の組織、テントのリーダーの素性が判明し、野木坂井の壮絶な過去が明かされるなど、物語は新たな局面に突入。 第5話で新たに判明した野木の追い立ちと過去の放送の内容がリンクする事象があり、ネット上では、伏線では、と話題を呼んでいる。主人公野木友女、坂井が務める丸菱商事で起きた1億ドル、日本円で140億円の誤送金から始まる壮大なストーリー。野木は、大金を取り戻すべく向かったバルカ共和国で、 無実の爆発犯とみなされ、地元警察に追われる立場となったが、公安の刑事野崎らの協力により、世界医療機構医師のゆずきくん、二階堂ふみ、とともに、第三話で命からがら無事に日本に帰国。誤送金した140億円は、乃木が社内の誰かから罪をなすりつけられたものだといい。野崎は謎のテロ組織、テント、か、またはビバント。 の正体と借り付けされている自衛隊の影の情報部隊、別班のメンバーではないかと推測。公安のサイバー対策課のホワイトハッカー、東条翔太、浜田学の力を借りて、乃木を犯人に仕立て上げるために動いた人物が、社内の財務部大田なしほ、飯沼愛と判明した。第4話では、この大田の正体が、実は超一流ハッカー、 ブルー・アット・マーク・ウォーカーだと判明。だが、この誤送金事件は、大田が何者かの指示で動かされていたものだった。大田に指示を出していたのは、乃木が唯一信頼できる社内の人間、と話していた丸菱商事の同期山本公、坂田隆也。山本は実は、テロ組織、テントのモニターだったのだ。さらに初登場した松坂通りが、 別班の一員クロス春役と判明し、クロスは乃木を先輩と呼んだことから、乃木が実は別班のメンバーだと判明。登場人物たちの第二の顔が続々と明かされた。そして第5話で乃木は謎の組織、テントの幹部で誤送金の振込先だったアリ、山中隆史を拘束した乃木。アリの供述から、 テントのテロ行為の最終標的地を日本としていること。テントのリーダーが、のごんべき、という名で、乃木の父ということが判明した。第5話では、山本の死を不審に思ったため、乃木に疑惑の目を向ける。第1話の時点で、乃木の経歴は、調べさせてもらった、と話していたが、もう一度調べ直すことに、の木の経歴一覧が映し出された。そこには、 野木ゆ女じ1981年1月25日生まマレ。1999年6月フロリダ州ロンガリハイトスクール卒業。1999年9月コロンビアユニバーシティ経済学部入学2003年5月。卒業。2004年4月東京大学大学院経済学研究科経済専攻修士課程。入学2006年3月終了。 2006年4月丸、つびし正治入社と、野木の経歴が書かれている。しかし、在籍期間含めて、裏は取れているのか、と野崎が疑問視すると、高校に問い合わせたメールの内容から、野木優女という人物はいなかった、ということが判明。野崎は、ロバートという人物に、野木の経歴を詳しく調べさせた。その結果、野木が、 ロンガリー高校には通っていなかったということが分かった。さらに、ただ同じロンガリーと名前のついた私立の高校に、1996年から1999年の3年間、日本人留学生が在籍していたということが分かり、写真から野木と判明。しかし、その名前は野木ではなく、タンゴハヤとだった。さらに、 この高校は相当優秀でないと留学生を受け付けないほど厳格なミリタリースクールでタンゴハ隼人という人物はその学校を全亀主席で卒業していた。野崎はタンゴハ隼人という人物が幼少期を過ごしていた児童養護施設を訪問。そこでタンゴは中央アジアのバルカで人身売買されていた戦場ジャーナリストが見つけて連れ出した。 強いストレスによる記憶障害を抱えていたということが分かった。ここで重なるのが第4話でブルーウォーカー、大田梨しと不倫関係にあったと告白した小日向文を演じる長野専務。長野専務は当初大田を動かしていた人物と疑われていたが、長野専務は大田を凄腕ハッカーとは一切知らずに不倫関係だったと告白。 長野専務の経歴には空白の2年間があり、この2年でテントと関わりがあったのではないかと言われていたが、この期間は薬物依存症の治療のため、厚生施設、豊前中津園に入所していたと告白したことから、テントの疑いは消滅していた。しかし、この空白の2年間、野木の過去と重なる点がある。 長野専務は1981年4月に防衛大学校に入学し、1985年3月に卒業。その後、1987年4月に一橋大学院に入学しており、1985年4月、1987年3月が、厚生施設に入所していた空白の2年間となる。一方、野崎が調べた野木の経歴では、 1984年、3歳の時に両親と死別、87年に帰国とあり、1987年4月に舞鶴小学校に入学している。この期間がぴったりと一致するのだ。そのため、野木を救い出した戦場ジャーナリスト長野専務では、という説が浮上。戦場ジャーナリストではなく、野木と同じ、別班の一員なのではないか。 という声も上がった。とはいえ、厚生施設に入っていたという裏は取れている長野専務。果たして、長野専務の正体は今後明かされるのか